やばい、ほんまにやばい。卒生が終わらん。さあ、行っちゃうよ。はい、ということで、皆さんどうもこんにちは、セナです。ちゃうな、どんなやったっけ、挨拶。はい、皆さんどうもこんにちは、セナです。すいません、ノーセットで、くるくるで、こんな部屋着で。卒生が終わらないんです。終わらないんです。そうなんですよ、やばいんですよ、ほんまにやばいんですよ。どれぐらいやばいかっていうと、卒生って僕らの大学だと、大阪工業大学だと、夏終わりぐらいから、まあ始まってて、僕のゼミだとね、夏終わりぐらいから始まってて、で、今みんな大体もう建築は出来上がってて、で、1月半ばに提出みたいな流れなんですよ。だからもうみんな結構もう出来上がってるんですけども、僕はね、なんかもう、まあ、全部言い訳になるんで、あれなんですけど、まあ、卒生のやる気がなんせ出なくて、もう、オフモード。大学1回生の時みたいなモードになっちゃって、いや今までね絶対ね2ヶ月に1回ぐらいのペースでは何か僕アクション起こしてたんですけど、ここ最近僕何もしないなと思って、インスタの投稿も YouTube の投稿もしないし、で卒生もやってないし、で仕事だけまあやってるかなみたいな感じで今ずっとやってたんですけども、まあ明らかにひどいと。この生活もう1日僕12時間とか寝てるんですね。これね結構でも僕今までの生活からしたらずっと寝てなかったんでありえないことだったんですけども、結構まあまあ皆さんおるんじゃないかなと思ってて、で特に僕皆さんみたいにというか、そのよくツイッターとかでおる建築めっちゃできるマンみたいな、設計めっちゃできるみたいな人、コンペ取ってますみたいな人っていっぱいいるじゃないですか。でそういう人たちと僕違って、そもそも建築が別に好きで建築学科に入ったわけじゃないし、なんか今でも別にそんな設計が好きかって言われて、そんな別に設計がめっちゃ好きっていうわけではないんですよね。なんかその建築とかのいろんなプロセスとかはまあ好きではあるんですけども、そんな好きではないと。でこれ皆さんもうすでに建築の世界を諦めてるとか、建築学科に入ったけど建築そんな好きじゃないよとか諦めてるとか、他の職業に就きたいとか、これを生かして別のことをができるようになったらいいなみたいので考えてる人って結構多いと思うんですよ。これ僕だけじゃないと思ってて、なんでまあで、まあ、そういう人たちにとったら僕みたいな人がこうやって発信してることって結構力になるんじゃないかなと思って、で、あとですね、まあ僕ほどではないと思うんですけども、僕もう卒生まで残り2週間ちょいなんですよ。2週間ちょいやのに全然できてない。だから2週間で卒生を終わらせるっていう、もう、建築学生だったら多分わかると思うんですけども、えぐい、普通の課題でも2週間で終わらへんのに、2週間でほぼ完成させなあかんっていう絶望的なところまで今来てるんですよね。で、まあここまで追い込まれないとできへん人って、まあまあいると思うんですよ。で、僕今、こんな2週間前みたいなになっても僕全然、今日もほぼ全然してなくて、動画見てマインド高めようと思ったけど全然無理で、どうしようかなと思った。あ、そういえば SNS 俺 SNS ずっとやってたのに全然何も投稿してないと思ってもったいないから、これ全部投稿しちゃって、これで2週間後じゃあどんなものができるのか、でこの2週間のうち毎日毎日どんな感じで作業を進めていって、でどういうソフトを使ってどういう感じで進んでいってるか、どんな感じで完成に進んでいってるかっていうのを皆さんに共有できれば、まあ来年以降の後輩たちにとってもね、まあいい反面教師になるんじゃないかなと思って、でこれを載せながら、まあ、最終的に僕ディプロマに参加してるんですよね。ディプロマ京都っていう関西の大学生のやつなんですけども、卒業設計ってあるんで、それの幹部までやってるんですけど、まあ最終的にそこで展示とかするんで、もしよかったら皆さんそこで見ていただければ、あ、動画でやってたやつこれやんみたいな感じで見てもらえるきっかけになるかなと思いまして、これからね、じゃあさっきねモリモリに急遽電話しまして、モリモリ俺も率先無理っつって言って、でモリモリが家に来ることになりました。で一緒に今から、今日一日作業します。で僕は明日一旦ゼミで A1 シートを
を4枚分ぐらい提出しないとダメなんです。それも全くできないんで、今日はその、その作業過程とかをまあ皆さんに見せつつ、あとモリモリもそのどんな感じで今作業進んでるのか、モリモリも多分全然進んでないんで、2人もまあダメダメ人間なんですけど、まあ反面教師みたいな感じでですね、皆さんちょっともうエンタメ半分、エンタメ半分ガチで、これから僕はこの投稿をしていく、 YouTube 投稿とインスタ投稿をしていくためだけにもう卒生を頑張るっていうマインドに切り替えてやっていきたいと思います。すいません、なんでこんな髪型なんでちょっと不潔に感じる方はすいません、なんですけども、これからちょっとね、服装とか着替えて髪型もちょっとビシッと決めてですね、でモリモリが来るまでにいろいろ準備しまして、一緒に作業を進めて YouTube 投稿していきたいと、 YouTube 投稿卒業制作2人で進めていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。